そして澄ました顔でお待たせしてすみませんとクールに言う影山と、その後ろで嬉しそうにしている日向の絵がギャップがあってすごく好きです。わかる、うん、まあ、展開とは全然関係ないところで、うん、このお待たせしてすみませんのセリフについて僕思うところがあって、はい、聞きましょう。あのお待たせしましたとすみませんっていうのが僕すごい苦手な語句なんですよ。言いにくい、ね、滑舌的に。そう、声優石川海人としてね、そう、お待たせしてすみませんなっちゃうダブルで来てるっていうことなんです。そうなんですよ、これ、あ、苦手なやつ掛け算したかやめてくれ。そんな大変な背景があったとは。しかもあれさ、 A パートとかなんか B パート終わりのところに来てたから、あ、しかも決めたいところかっこよかったのよスパッエンドロールみたいな。そうだからこれ確かに結構あれやり直したんじゃなかったかな。そうっけ、お待たせしてすみませんみたいななんか言われるのそうだったような気もしてきた。でちゃんとすみませんって書いてあるから、うん、すみませんって言わなきゃいけないのよ。すいませんに逃げれない。すみませんをすいませんに勝手に直しちゃうか問題っていうのはあるよねダメなのよ日本語的には。すみませんだからっていう、まあね、まあね。しかもこの原作でも割と大駒で、うん、で、ね、アニメではあのパートケツで、はいはいはい、でシャーンみたいなかっこいいシーンで、そうだね、これ多分 4,5 回やり直してんじゃなかったかなそうだったかな。そうだっけ、いやちょっと気になんなかったっすって、なんか言えてても、うん、その滑舌を意識しすぎてて、お待たせしてすみませんみたいな、お気に入ったなっていうお気に入っちゃったっていうお気に入ったなこれっていう、配給これ求めてないんだよっていう感じになっちゃったのもあってそうだったっけ、いや懐かしいですね。いやそういうちょっと展開とは全く関係のない、ただこのセリフが言いにくかったですよっていうお話なんですけど、こぼれ話がね。いやでもなんかそういう話をさ、こうできる場があるっていうのいいよね。うん、終わった後だから何でもこう言えるし、でも意外と忘れてるわ。その時はやっぱさ、こう一喜一憂してさ、まあ、自分ができたできないもそうだし、他の人のこういう面白いことあったっていうのもあるけど、うんうん、時間経つと意外と忘れちゃうね、そういうのも。そうね、あの今見直すわっていう方もいらっしゃったと思うんですけど、あんまり見直さないでください。いや、いや俺最近結構そのシーン見たと思うけど、はい、なに今自分がシリがシリが今すみませんこんなことある。シリが怖いんだよあいつ勝手に反応すっから。シリがご主人様に変わって思ってた、いや俺より滑舌良かったんだよ今すみませんがちょっと大丈夫、 AI にマウント取られる。びっくりした、俺より滑舌良かったのかよ。そんなことある生でごめんなさいね。びっくりした。いや今のもね1年後ぐらい面白い話になってますから。そういうことあったってね。だわーって言って、ね、なりますよ。何の話だっけ。